ミッシェル・ポルナレフ、ミッシェル・ポルナレフ、ミヒェル・ポルナレフ、1944年7月3日イ、は、フランスの男性ポップスシンガーソングライター、コンポーザー。フランス共和国ロットイコール・エイコール、ガロン・ヌケン・ネラック出身。フランスでは、国民的歌手としての人気があり、日本でも、シェリーに、口づけ、愛の休日などのヒット曲で知られている。 名前の発音はフランス語では、ミシェルに近いが、日本では、長年、ミッシェルと呼び名を表されているために項目名はこれに、習う。7月3日、第二次世界大戦の最中、両親の疎開先だった、南仏のネラックで生まれる。父親のレーヴ・ポルナレフ、リエブ・ポルナレフ、ウクライナ語表記は、1899から1975は、ウクライナ南西部のオデッサ。 旧ロシア出身のユダヤ系ウクライナ人の音楽家で1923年にフランスに移住した。という変名にて、エディット・ピアフやイブ・モンタン、ダニエル・ラリューに楽曲提供していた作曲家でジャズピアニストでもあった。母親のシモー・ヌ・ラーヌはフランス人のダンサーだった。イボ兄弟の兄にブルガリアの科学者、ボリス・ポルナレフ、1924。 から2013がいる。コンセルバトワール、パリ音楽院に入学。ピアノやソリフェージュを学び始める。徹底した英才教育だった。ソルフェージュで優勝をする。この頃にエルヴィス・プレスリーの歌を聴いて、ロックンロールを知り、クラシック音楽への情熱を次第に失ってゆく。兵役でモルソンに不任不適格な人間として6ヶ月後に退役させられる。その後に、 保険会社に就職する。上司と衝突して保険会社を退職。クラシック音楽の道への復帰を強要する両親と仲違いし、ギターを手に家出をし、モンマルトルでヒッピー生活を始める。レコード会社およびラジオ局のディレクターであるに出会い、レコードデビューを目指す。アマチュアロックのコンテスト、ロコモティブに参加して優勝をする。優勝者は、 ロッカーズというレコード会社と契約できて、レコードデビューできるというものであったが、ポルナレフはすでに、ルシアン・モーリスと契約をしていたので、それを辞退した。ルシアン・モーリスは、ポルナレフのデビューにあたり、ロシア人やウクライナ人を連想させるポルナレフという、名前はなく、イギリス人のような名前の芸名を考えていたが、ポルナレフはそれを拒否して、本名でデビューすることになった。 ロンドンにて、ノンノン人形、悲しきマリーなど5曲をレコーディング。ギターには、ジミー・ページ、ベースには、ジョン・ポール・ジョーンズ、後に共に、レッド・チェッペリンのメンバー、ビッグ、ジム・サリバンが参加した。5月、4曲入り、EP、ノンノン人形がディスク AZ より発売されて、デビューする。15万枚を売る、大ヒットとなった。6月には続く3曲入り、EP、 愛の願い、love me, please love me も大ヒットし、一躍スターダムに上り詰める。8月には、アンチープフェスティバルで、愛の願いを歌って評論歌唱を受賞。当時のフランスの首相、ジョルジュ・ポンピドゥ、後に、大統領は、時代の流れだ。私は今日、新しい歌手の存在を知ったと3時の言葉を送った。10月、日本で定築より、シングル、 のんの人形が発売される。11月、フランスで、ファーストアルバムを発表。英語の作詞でプロコルハルムノが参加している。当時は、旧来のシャンソンと区別するため、フレンチポップスと呼ばれた。同じレコード会社に所属するに協力し、ワルテルの4曲入り EP 版、ミセス・アップルビーの3曲の編曲と、音楽監督を担当。 さらに、ワルテルの4曲入り EP 版、レパティブードンに1曲ジュエヌ、AI ・パオーセを提供した。1月、愛は、あの人の胸に、がフランスで大ヒット、2枚目のアルバムを発表。ポルナレフの曲、バラ色の心、アメ・ケイリーンが、に解題されて、レーモン・ル・フェーブルグランド・オーケストラによって演奏されたものが、欧米のヒットチャートにランクインした。そして、 欧米の多くのラジオ局が同局をテーマ曲に選定し、ポルナレフの名前が世界的に広く知られるようになる。その後、多くのイージーリスニングのバンドやオーケストラによって、同局がソウルコキシンのタイトルでカバーされている。ザベンチャーズもカバーし、ペギー・マーチなどは英訳した歌詞を載せてカバーした。7月、モンバンの娘がフランスで大ヒット。12月、 演出家、ジャンルイ・バローの依頼で、演劇、ラブレイ、ラベレイの音楽を担当。演劇畑の評論家からも高い評価を受ける。6曲入り EP 版エクストレイで LA、ムージックデッセンでラベレイも発売された。3月、2枚目のアルバム、ル・ボル・デ・レイズが、シャルル・クロ協会のディスク大賞を受賞。5月、渚の思い出がフランスで、大ヒット。 夏季3大ヒットの一つに数えられる。B 面は、シェリーに口づけ。11月、パリのオランピア劇場での初の公演を行う。12月、素敵なランデブーがフランスで、大ヒット。フランス映画、デ・ポルナレフ作曲の、L.A. ファーム・フォースルーズが使用されている。作詞は、歌は主演のアニー・ジラルド。1月、思い出のシンフォーニーがフランスで、大ヒット。4月まで、 レコード売り上げの1位を独占。1月14日から同月27日まで、オランピア劇場で公演を行い、大成功となる。3月、映画プロデューサーのクロードル・ルーシュから映画、悲しみの終わる時の音楽の依頼を受ける。映画の公開は1971年。7月、僕は、男なんだよがフランスで、大ヒット。B 面は、忘れ字のグローリア。10月、 ギリシャ、モロッコなどを旅行した後、ロンドンで次のアルバムのレコーディングを開始。11月、アルバム、ポルナレフエスのストリングスとブラスのセクションの録音をパリで行う。また、久々に公に姿を現したことにより、チフスに感染した神経衰弱になっていたなどの噂がピタッと収まった。フランソア・レシャンバック監督のスイス映画、口の軽い人の音楽を担当。 映画の公開は1974年8月に日本では CBS ソニーレーベルはその前月に発足されたばかりのエピックよりシングルシェリーに口づけタウトタウトポア MA シェリー CW 初めての愛と同曲を追加収録したファーストアルバム愛と青春のトルバドゥールミッシェルポルナレフ1が発売されるそれまで定築日本コロンビア CBS ソニーからレコードが発売されていたが、日本での人気はこの時に火がつき、シェリーに、口づけが、ラジオチャートでトップ入りし、40万枚を売り上げる、大ヒットシングルとなった子で、実質的にはこの時点が、日本でのデビューとされている。10月、シングル、愛の願い、C、W 君の幸福と僕の後悔、フランス版と、同内容、ただし、ジャケットのデザインは異なるの、 セカンドアルバム、フレンチポップスのスーパースター、ミッシェル・ポルナレフにをリリースした。当時の日本でのキャッチフレーズは、フレンチポップスのスーパースターと、ロックとロマンの出会いであった。フランスのコメディ映画、タイラン戦の音楽を担当。サントラ版の LP が、フランスで発売された。主演はかつて、ポルナレフの父親が曲を提供したこともある歌手、俳優のイブ・モンタン。 フランスではシングル愛の休日が大ヒット。悲しみの終わる時、同盟映画のテーマ曲愛のコレクション、渚の思い出のシングルも続いて発売された。日本ではサードアルバムポルナレフの世界ポルナレフ3とそれまでの3枚のアルバムに収録されなかったヒット曲をまとめた編集版ポルナレフ n ウ」が発売された。また日本ではシングル 悲しみの終わる時、C、カトリーヌの追憶、愛のコレクション、C、W 神父様の結婚式、なぎさの思い出、C、W コンピュータの夢、愛の休日、C、W i の物語が発売された。1月6日、ポルナレフのインタビューとライブのシーンをメインとしたドキュメンタリー番組、エイバウト・ポートンがフランスの公共テレビ局オアーティフで放送された。 後にこの映像は、いな、フランス国立視聴覚研究所からインターネットを通じて有料配信され、日本では、ミッシェル・ポルナレフのタイトルで1999年に、ビデオソフト、VHS 版のみとして発されている。10月6日から同月22日まで、パリオランピア劇場でのライブ、ポルナレボリューション、パルナレベルーシオンイコールポルナレフ・レベルーシオンの、 造語が開催されたが、公演に先立つ宣伝用ポスターは、ポルナレフ自身の伝部を露出した写真が使用され、それがパリの街中に張り出された。この行為がフランス当局より工場を乱したとしてポルナレフが逮捕され、フランス国内各紙一面にポルナレフ逮捕されるの記事が掲載され、大きなセンセーションを巻き起こした。ポルナレフはこの苦段の裁判で、 罰金360万フランの求刑がなされたが、判決では、ポスター1枚あたり10フラン、合計で、罰金6000フランの支払いが課せられた。この時のオランピア劇場でのライブ録音版が、後に、熱狂のオランピア、現代、パルナレベルシオンのタイトルで発売されている。また、フランスの人気ロック歌手、ジョニー・アリディ出演のドキュメンタリー映画、ジョニー・オン・ステージに、 ピアニストとしてサプライズゲスト出演する。撮影は1971年9月24日、パリのパレデシポール。シングル、愛の休日は日本でも大ヒットし、シェリーに口づけを超える彼の最大のヒットとなった11月に初の来日公演が実現した。バックバンドはフランスのロックバンド、ディナスティック・リジス。東京公演を録音したライブ版。 ポルナレフは東京、発売時放題が翌年になって、日本でのみ発売されている。この日本での大人気に乗じて、翌年に予定されている、自作アルバムについて、日本先行発売をする計画が発表された。4月、再びオランピア劇場でのコンサート、ポルナレブ、パルナイブイコールポルナレフレブの造語で、レブはフランス語で、夢の意味を開催。3週間にわたる、 最終ステージでフランスとの決別宣言をする。この後、ポルナレフは2007年までの34年間、フランスでのコンサートを行っていない。前年のオランピア劇場でのコンサートの伝部、露出ポスターをエスカレートさせ、今回はオールネードで股間を帽子で隠している写真が公開され、日、フッツで話題となる。今回はフランス当局からのクレームなし。 この写真は後に、日本編集アルバム、ポルナコレクションのジャケットにも使用されている。5月31日、ロスアンジェルスに滞在中、母の不法が届く。6月、2度目の来日公演を開催。東京でのライブの模様が90分の特別番組、ミッシェル・ポルナレフ、ロックンロール熱狂のライブステージとして、東京12チャンネルで、同月17日に放送された。 オープニングのラースケの舞踏会の奇抜なライトショーから始まり、アンコールでは、ステージ上に観客を挙げて、B.E. バップエールら、ホワット D.I.C. などのロックンロールのスタンダードナンバーを歌う姿まで放送され、ライブでのポルナレフの姿を見せる貴重な映像となっている。また、NHK の番組、世界の音楽にも出演し、同月7日にスタジオ収録、17日に放送され、 後日に再放送あり、シェリーに口づけ、忘れ字のグローリア、愛のコレクションなど数曲の演奏を披露している。ただし、シェリーに口づけはレコード音源によるリップシンクであった。後年 NHK 教育テレビの楽しいフランス語でこの映像の一部が数度放送されている。バックバンドは初回の訪日公演と同じくディナスティ・クリジスが担当。7月20日。 日本先行発売の予定である自作アルバムポルナレフ革命現代はパルナレベルシオンではなくパルナーイブのマスターテープコピーをパリから日本へ空輸する際ハイジャック事件は発生するハイジャック犯によって飛行機は爆破されテープが消失してしまうドバイ日航機ハイジャック事件を参照このため日本でのポルナレフ革命の発売が 同年12月に延期される事態となった。ちなみに、ポルナレフ革命は、日本側、エピックで独自に、ジャケット制作し、日本側の担当ディレクターによって曲順が決められたため、日本版と、翌年6月に、ミヒエル・ポルナレフのタイトルで、リリースされたフランス版は、内容が異なる。曲の長さの違いや、ミキシング違いなどもある。その後、アメリカ合衆国。 ロサンゼルスへ移住し、本格的なアメリカデビューを目指したが、本国フランスとロサンゼルスでの生活習慣のギャップ、税金問題、財務担当者であったベルナールスノーによる横領が発覚し、数年間の納税未納が明らかになり、500万フランの脱税容疑がかけられ、帰国すれば即時逮捕と言われていたで、ノイロー気味となり、自律神経失調症を患う。日本では、 シングル、忘れ字のグローリア、C、W ・ジョブ、ヒの玉ロック、C、W ・トランペット、愛の伝説、C、W ・ロージーからの手紙が発売された。日の玉ロックは、前年の東京公演のライブレコーディング版、ポルナ・レフ・ア・東京からのシングルカットで、かつて、ジェリー・リー・ルイスがヒットさせた、ロックン・ロールのスンダードナンバーである。愛の伝説はアルバム、 ポルナレフ革命からの先行発売。日本ではアルバムポルナレフ革命からのシングルカットの僕はロックンローラー。C ポルナレフ革命悲しみのロマンス。C ラースケの舞踏会ライブ悲しきマリー。CW 君の幸福と僕の快婚が発売された。6月自助伝パルネリフレクションがフランスで発売された。 三度目の来日公演が行われた。バックバンドは、イギリスのプログレバンド、ウォーリー。後に、ウォーリーのメンバーが語るには、どうして、ポルナレフのバックバンドを受け負ったかてだって、日本に行ってみたかったんだもの。アメリカで録音された、全曲英語で歌われている新作アルバム、ポルナレフ u s a 現代、ミヒエル・ポルナレフ、フェイム LA モードが発売された。 日本では同アルバムより青春の傷跡 CW 僕のレディーブルーがシングルカットされて発売されている。税金問題前述でフランスの地を踏めない状況にあったために10月26日にフランスの隣国のベルギーにて大規模なコンサートを行うことが発表された。フランスのラジオ局 RTL によってフランスから特別列車で会場 ブルッセルの近辺まで行ける企画がなされ、多くのフランスのファンがコンサートにやってきた。チケット総数1万4000枚の半分の発売はフランスでされた。会場への機材の到着が遅れ、開演が3時間遅れというトラブルもあったが、このコンサートは大成功に終わる。この日を最後に、ポルナレフは1979年までコンサート活動を行っていない。また、 翌日の10月27日にポルナレフはルクセンブルクのテレビ局ラジオテレビジョンルクセンブルクでスタジオライブを行いこの映像はベルギー、ルクセンブルクとフランスで翌年7月21日に日本でも NHK がの世界のワンマンショーという番組で放送されているバックバンドのメンバーはセッションマンとして著名なリーランドスカラーベースマイクベアードドラム 当時はまだ共に無名に等しかったリー・リトナー、ギターとデビッド・フォスター、キーボード。1月2日、前年10月27日に、ルクセンブルクで収録された、スタジオライブの映像が、フランスで、ショー、ミヒエル・ポルナレフのタイトルで、テレビ放送された。アメリカ映画、リップスティックの音楽を担当、サントラ版の LP が発売された。日本では、 ポルナレフの写真が使われたジャケットに変更されていた。アレンジャーとして、ポルナレフの他に、デビッフホスターが参加。シングル、悲しみのエトランゼ、C、W 僕のマドモアゼルを発売。共演アルバムを作りたいと、キタローに要請する。しかし、キタローのスケジュールが合わずに実現しなかった。10月6日、税金問題、前述の裁判で、 責任はポルナレフにはなく、財務担当者にあると認められ、その男が税の支払いの義務を負うことになった。この法的な解決を受けて、ポルナレフは五年ぶりの帰国をし、直後にロサンゼルスに帰った。アルバム、美しきロマンの復活を発売。日本では、シングル、愛のシンフォニー、C、W 美しき機関、天使の遺言、C、 W マジックマンを発売。愛のシンフォニーでベースを弾いているのは、ジャコパストリアスである。4回目の来日コンサートツアーが行われる。アルバム、シャボンの中の青い恋、現代、ブールが発売されるが、日本ではシングル版は発売されなかった。しかし、このアルバムはフランスでは80万枚を売り上げ、ヒットチャートでトップにもなり、本国での人気の証となった。 アルバム、アンコグニート、インコグニートをフランスで発売。このアルバムの日本版は2001年の CD リリースまで発売されなかった。ジェーン・ワーキン主演の映画、アニエス・ヴイ》による JNB、現代、ジャーヌ・ヴー、パー・グニス・ヴイに、ポルナレフの曲、愛の願いが使用された。この頃から約2年半にわたり、引きこもり状態となり、 スイスとの国境に近いフランスの田舎町のマノアール、小規模ホテルでイントン生活を送る。後にパリのホテル、ロワイアルモンソーに転居。この間に自作アルバムの構想ができたと言われている。フランスでシングル、グッバイ、マリルー、グッドバイメリールー発売。前後して過去の作品の一部がディスク AZ 及びソニーミュージックから CD 化発売される。 アルバム、カーマスートラ、カーマストラ発売。収録曲ローナホのアニメーションによるビデオクリップも公開された。フランスのテレビ局、M6 の番組ノーバで、ポルナレフのインタビュー特集が放送された。帽子をかぶって椅子に座り、暗い部屋の中で過去の映像をテレビモニターで見ながら、インタビューに答える。ポルナレフの姿は、全編にわたって背後からの映像のみであり。 喋る性質も以前と違っているために本人ではないのでは何かポルナレフにあったのかなど様々な憶測が埋まった。1980年代末のイント遁ン生活の頃から患っていた両目の白内障の症状が進行し、視力がほぼ喪失した失明寸前状態になる。目の手術で水晶体が除去され、人工的に作られた眼内レンズを埋め込まれて、 手術は成功した。その後、ポルナレフは、ロサンゼルスに戻り、再度、ロサンゼルスでの生活を始めた。ロサンゼルスのウェストハリウッドにある、ナイトクラブでコンサートを行う。この公演は、ライブ録音され、翌年にライブアットザ・ロキシーのタイトルで、CD が発売される。CD ライブアットザ・ロキシーの発売前に、1時間のドキュメンタリー番組、 a L.A. ラシェルシェイでポルナレフ、ポルナレフを探してが放映される。また、カリフォルニア砂漠の中で、ピアノで弾き語りをする姿を撮影した、プロモーションフィルム、ポルナレフドンズ L.A. デザートが制作され、公開されている。ディスク A.Z. 時代の初期作品60曲を集めた、コンピレーション CD ボックスでプラミアーズ姉が、ユニバーサルミュージックから発売され、続いて、 初期のアルバム3作が CD 化される。パルプ、セントエティエンヌ、リリキューブ、日本からは、ピチカートファイブが参加したトリビュート版が発売される。ポルナレフ自身の久々のシングル、ジュレブディ・ユー・ヌ、モンデ、ウェン、アイ・アイム・イン・ラブ、僕は一つの世界を夢見るが発表された。アルバム、ポルナレフ革命が、ワーナー・ミュージックより再発売される。 ポルナレフの過去の音源のうち、ソニーミュージックがインターナショナルの発売権を保有していた75年代半ばから80年代までの作品がユニバーサルミュージックからリリースされるようになる。日本でもベストアルバムに次ぎ未 CD 化のアルバムの多くが翌年にかけて順次 CD 化された。90年代の作品や囲碁のシングルもこの後順次ユニバーサルミュージックからリリースされる。 自助伝、ポルナレフパーポルナレフがフランスで発売された。11月22日、90分のドキュメンタリー番組、ミヒエル・ポルナレフ・ディ・ボイルが、フランスのテレビ局フランス3で放送された。翌年12月18日に再放送あり。12月、フランスで、シングル、オファリー・フラグロント・デ・リッツ発売。 日本でも翌年この新曲を収録したベストアルバムの発売が予告されたが発売中止となった。3月2日、本国フランスでは34年ぶりとなるコンサートツアーをパリから開始。ツアーの名称はゼツアー2007と題された。バックバンドにはトニーマ・マカッパイン、ギター、ベース及び音楽監督、ドラムら、フュージョンバンドのメンバーが参加。 フランス各都市のほか、ベルギー、スイスでも公演を行った。3月2日のパリ公演は、ビデオ撮影とライブレコーディングがなされ、同年12月に、のタイトルで DVD と CD が発売されている。ただし、DVD も CD もコンサート完全収録ではなく、バラ色の心など一部の演奏曲が収録されていない。また、 DVD と CD の収録曲も一部が違っている。アメリカでのグラミー賞に相当するフランスの音楽賞の名誉賞、アンレリー・アワードを受賞。パリでのコンサートの中で受賞式が行われ、その様子はテレビ局フランスにによってフランス国内勢中継された。当時のフランスの新大統領、ニコラ・サルコジからの要請があり、7月14日のパリ祭。 フランス革命記念日のイベントの一つとして、エッフェル塔を望むシャンド・マルス公園で無料の屋外コンサートが行われた。会場には60万人が訪れ、コンサートの模様はフランスのテレビ局 M6 によってフランス国内で生中継がなされた。ビクトワール音楽賞の年間コンサート部門賞、ミュージカル賞。 ツアーはコンサートオブザイヤーを2007年のゼツアー2007が受賞。2007年のツアー時のバックバンドのメンバーたちのバンド、CAB のアルバムが発表された。ポルナレフは一曲にのみピアノで参加。録音は前年の2008年。8年前から交際中であった恋人のダニエラが12月28日に男児を出産し、 ポルナレフが一時の父となったことが公表された。ポルナレフ66歳、ダニエラ27歳のカップルが話題になり、ポルナレフと妊婦姿のダニエラのツーショット写真がマスコミに公開された。男児はボロディア、ベローディアと名付けられた。ボロディアの名前の由来は、ポルナレフの父親の祖国、ウクライナでの一般的な男性の名であるウラジミール、ウラディーミルの愛称である。 2月21日、昨年末に生まれた男児の父親は、ポルナレフではなかったことが、ポルナレフ自身によって、Facebook 及び Twitter で発表された。ポルナレフによると、私の子供ではなかったことを告げなければならないのは、非常に悲しい。何回も私が、子供の DNA 検査を主張したところ、ダニエラは真実を告白し、それは検査でも確認された。 とのこと。ダニエラはポルナレフに真実を告白した後に男児と共に失踪している。11月7日、今までにポルナレフが担当した映画音楽を集めたアルバムルシンネまでポルナレフが発売された。5月7日、本人公認の写真集ルパルナブックがフランスで発売された。8月10日にイボ兄弟の兄であるボリス・ポルナレフ。 ブルガリアの科学者がブルガリアにて91歳で亡くなったことがポルナレフ自身によって発表された。1月、過去のテレビ出演映像、ビデオクリップ、インタビュー映像を集めた2枚組 DVD、ポルナレフクラシックスヴィンテージが発売された。2011年に別れていたダニエラと和解、ボロディアとも再会。六月にドキュメンタリー映画カーン・エル・イクロン・エス・ルームが、 公開された。同映画は9月にベルギーで10月にはフランスでテレビ放送された。2014年内に新作アルバムを発売する予定が発表されたが結局2014年には発売されなかった。4月、ポルナレフはフランスの金融会社を名誉毀損で告訴。2011年よりセラムはテレビ放送用の CM のシリーズで ポルナレフに似せた人物を無許可で登場させていた。ポルナレフは100万ユーロの損害賠償を求めている。フランスの中部の町、モンリュソンにあるミュージアムにおいて、6月21日から12月31日までの間、パルナエクスポと題されたポルナレフ展が開催され、コスチューム、私物、趣向、レコードが展示された。6月20日にはポルナレフも、 現地を訪問した。12月、翌年のツアーの日程が発表された。4月30日より9年振りのツアーを開始。バックバンドには、ブラッドコール、音楽監督、キーボード、ピーター・ソーン、ギター、トニーマ・マカッパイン、ギター、ベース、ドラムらが参加。このツアーのクライマックスとなった、革命記念日のオランピア劇場での公演が、 アルバムリットルオリンピア2016として発売された。12月51年間の音楽活動のほぼすべてを網羅した23枚組の CD セットポップロックエンストックを発売。法的な問題で収録できないエルアフリュ流ジョジョを除く全431トラックの内容には過去のスタジオアルバムシングル EP に加え日本以外で初発売となる。 ポルナレフトキオを含むライブアルバム、さらに初商品化の1967年ローザンヌ、同年、ダリダのオープニングアクトで登場したオランピア劇場、1973年のオランピア劇場、伝説となっている1975年のブルッセルでのライブ、英語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語の音源、デモ録音や別名での録音まで含まれる。 日本でのシングルのみを記す、フランス本国でのシングルとは大きく異なる。日本において発売されたアルバムを記す、本国フランスにおいて発売されたアルバムを記す。中、1960年代から1970年代初期のフランスでは4曲入り EP 版でのレコード販売が主流だったために、ポルナレフの曲では EP 版に収録されながらもアルバム未収録の曲が 多数ある。彼のフランスでのデビュー曲、ノンの人形も EP 版だった。イタリアでは1974年にイタリア語バージョンの8曲を含む全12曲の LP レコードミヒエル・ポルナレフが発売されている。2013年に限定版として復刻発売されている。イタリア語バージョンはオリジナルのフランス語バージョンのボーカル部分のみの差し替えが基本であるが、 ビート肉は演奏部分にミックス違いがあり曲の長さもイタリア語バージョンの方が長い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。